犬も食わないなんてことを申しますがまあいつの時代でも夫婦喧嘩というのは絶えないもんでございまして犬が無理だったら猫が食ってくれないかなとは思うんでございますがこればかりは猫も嫌がるんでございましょう。今今日日といううはもう弁ならねえ 出て行きやがれ、このクソ女房。出て行くんならあんたの方でしょ昼間っから酒ばっかり飲んで、もう、ダメ亭主。なんだと何をちょ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 、待ちな、待ちなさいよ。えー、そう、血圧上げないで。ちょっと落ち着きなさい。 いや、ご勉強。いや、もうね、カカーにはほとんど愛想が尽きたんですよ。料理も掃除もいい加減なくせに文句ばかり達者なんだ。それこっちのセリフでしょ。仕事もしないんで毎日ゴロゴロしてってさ。煮付けがしょっぱいだの、ほうきの使い方が悪いだのって、なんくばかりつけてくる。自分が文句言える身分だとでも思ってるのかね。 文句も言いたくなるだろうよ顔の前で屁こがれれば別にあんたの顔めがけてしたわけじゃないでしょ私がかす抜きしてる場所にあんたが寝っ転がっただけなんだからなんだと何をそう喧嘩腰にならないで昔は一つの納豆を二人で分け合って食べるような仲のいい夫婦だったじゃないかそりゃ確かに昔はそうでしたけどあの頃はこいつもおしとやかで俺が何をしても優しく見守ってくれるようなそんな女でしたから。 ところが近頃じゃあ何でもかんでもひっかきまわして迷惑千万なんだよ。ひっかき回してるのはお前さんの方だろう昔は私のちょっとした間違いなんて気にしない器の大きい男だったけど今じゃこことばっかりで暮らしのリズムってものをひっかき回し続けてるだろうちょっと落ち着きなさいよ二人とも。 え夫婦というのは元は他人なんだから初めは遠慮もあって自分を抑えているところもあるけれども一緒に暮らしてるうちにそれあ,あ少しずつ字が出てくるもんだよ。でもそれがまたいいんじゃないか今まで知らなかった相手の癖や性格好みやなんかが分かってきてそこを受け入れることで相手に対する愛情が増すというもんだよ。ひっかき回し回されてるうちにお互いのいいところが分かってくる。 夫フっていうのはそうやって育っていくもんなんだめこいんき話はわかりますけどね受け入れるにしても限度ってものがありますよそうさっきの納豆ですよ納豆こいつ納豆にらっきょう入れようとするんですよこれはどう考えたって受け入れられないでしょう納豆にらっきょうなんか陰は踏んでる感じだけど確かに珍しい取り合わせだね そここの組み合わわせせありえまんんよそんなことないわよななといらっきょうのみじん切りに炒めた牛そぼろそこに納豆を加えたら最高の取り合わせなんだからレタスで巻いたり大葉に巻いたりあなんか想像しただけでもお腹が鳴っちゃうどうかな俺は受け付けねえけどもな そんなこと言うならあんたの納豆癖も変なのはあるでしょこの人ね納豆にチーズ乗せて食べたいなんて言うんですよ和食の代表にそんなイタリアンなもの乗せたって美味しいわけないですよねチーズか確かにそれは食べたことないなうまいですよ納豆にモッツァレラチーズとパルメザンチーズ合わせてピザにするんですよこれはもう本当に絶品食べた人にしかわかりません そんな食べ方素材が喧嘩しちゃうに決まってるでしょしねえよラッキョの方が喧嘩するよラッキョよりチーズが喧嘩しますなんだと何をちょちょお前たちすぐに熱くなるのはいけない、えー、っていうかお互いに相手の勧める納豆料理は食べたことないのかいないのか、うん、食べないうちに文句言い合っていても仕方がないだろううん。どうだいここは一つ互いの納豆料理を食べてみるっていうのは なんてんてでご隠居さんの取りなしでもってお互いの納豆料理を食べることになりましてなんだかんだと文句を言いながらも2皿の納豆料理が出来上がりましたじゃあまず納豆らっきょうそぼろの方からいただこうかねえこの刻んだらっきょうとそぼろをね納豆レタスの上にのせてねじゃあいただきますようん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  やっぱりあのいしょ納豆とらっきょうじゃうまく収まるはずがないんですよ死後のもの言わないであんたも食べてみなさいよ食べなくたってはかってるけれどもえこののせてはいうん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 どううまい なさい。私の言う通りでしょ納豆とらっきょうはバッチリ合うのよそれじゃあお前もこのピザ食べてみろよ納豆とチーズの相性を感じてみろよいやこれは合わないわよじゃあまず私がいただこうかねおお,おチーズが粘るねえじゃあ,あいただきますよあのうんうんうん ご隠居さん、無理しなくていいんですよ。合わないんでしょいいからお前も食べてみろよ。じゃあ、ご隠居さんの分も私が本音で食レポさせていただきます。ピザ生地の上に納豆とチーズが仲悪そうに同居してます。一つ取り上げると、ああ、チーズがトロトロと伸びて逃げ出そうとしています。そういうのいいから、早く口に入れろよ。では、我慢していただきます。あ どうだ納豆とチーズのハーモニーは美味しいだろう俺が言った通り最高なんだよ納豆ピザはいやこれは本当に参った納豆とらっきょう納豆とチーズどちらもすごくうまかったえ食わず嫌いってのはダメだな合わないと思っていても本当はぴったり合うものがあるんだね考えてみると夫婦もこの納豆と同じなんじゃないかお それどういうことですかさっきお前さんたちが言ってたろ互いにひっかき回されてるってあれがいいんだよああないと思った者同士でも納豆と同じようにひっかき回すことで糸が引いてきてなお互いを上手にその糸で結びつけてくれるんだなるほど違った思いも食材もその糸が結びつけてくれるってわけですかその通り納豆好きのお前さんたち夫婦ならその糸の大切さはわかるだろ はいありがとうございますでもご隠居それは鼻から分かっててお城に、えー、納豆料理を作らせたんですかあ,あ納豆好きのお前さんたち夫婦ならこうなるだろうってことが分かってただって思い出してごらんよ夫婦の絆この絆っていう感じにもしっかり糸が入ってる。